This is Hello World! どうも、昼下がりのジャマイカです！ということで、今回はですね、はい。先日ちょっと行ったですね、キル速最強武器ランキングみたいなものの動画をちょっと上げさせていただいたんですけども、まあ、そちらからちょっとね、コメント欄の方でいただきまして、この物資武器って、果たしてキル速どうなってんだっていうのをちょっとですね、まあ、気になってる方がいらっしゃいましたので、今回はそちらにお答えして、この動画作っていきたいと思います。まあ、ってことなんで今回は、よく物資で拾える、M27 を除く、まあ、AUG、そして、クゴ式軽機関銃、そして、あと一つ、こちら、MK60 ですね。MK60。この三つの、キル速の方をですね、ちょっと検証していけたらいいかなと、思っております。まあ、さすがにね、物資に入ってわざわざ取りに行かなきゃいけない。わざわざ危険を冒しながら取りに行かなきゃいけないね。武器なんだから、さすがに強いだろう。という予想を立てている方々、果たしてどうでしょうかということで。まあ、気になる方、まずはですね、先日あげた僕のこのキル速最強ランキングの動画をですね、まず見ていただいてからの方がわかりやすいと思いますので、まあ、そちらと同じ方法でちょっと検証を今回はしていきたいと思いますので、概要欄の方ですね、下の方に URL 貼っときます。ぜひ先に見てきてください。ということで早速いきますよー。せーのー、やっていこうじゃんマイカーということで、いきましょう。はい、ということで、まあ、ちょっとどんな検証方法が一番ちょっと物資武器の強さが伝わるのかなと思った結果、まあ、その似た種類のですね、似た種類の武器。まあ、例えば AUG の場合、まあ、AUG ってアサルトじゃないですか。まあ、なんで、他のアサルトライフルとのキル速を比べてみるっていう感じで今回はやっていきたいなと思っております。あと一応なんですけど、多分知らない方もいるので、ちょっと説明だけしさせていただきたいんですけど、このクゴ式軽機関銃なんですけど、こちらね、サブマシンガン認定されてるんですよね、確か。はい、これ、小銃弾って書いてあるんですけど、弾は、この小銃の弾使うんですけど、これね、なんかね、まあ、撃ち方的にもなんかちょっとアサルトっぽい、撃ち方にはなるんですけど、なんかね、サブマシンガン認定されてて、これね、足ダメがね、ちょっと高いんですよ。こいつ、例えば胴体に当てると、18ダメージ入るんですけど、足に当てると、今見えた通り22ダメージ入るようになってまして、こちらサブマシンガン認定されてるんですよね。まあ、AR の場合、アサルトライフルの場合は、足ダメージの方が、この、今、16足ダメージ。で、19胴体ダメージっていう感じで、まあ、足ダメージの方が低くなってるので、ってことで、まあ、くくり的には実際サブマシンガンなんですけど、ちょっと使い方的に、使うなら AR 的な感じで使うんじゃねえかなと思うので、比べる対象として、アサルトライフルをちょっと検証にしていきたいと思います。はい、ということで、まず最初にですね、アサルトライフルのちょっとランキングの方をつけていきたいと思います。まあ、ちなみに、前回紹介した、アサルトライフルのみの、ランキングになりますので、まあ、キル速の最頂点を決めようっていう感じですかね。はい、とりあえずやっていきたいと思います。はい、ということで、お待たせいたしました。まず、アサルトライフルの前段ヘッドですね。前段ヘッドに当てた時のキル速ランキング、発表していきたいと思います。では、いきます。アサルトライフル、前段ヘッドに入れた時のキル速ランキング、第5位。こちら、クゴ式軽機関銃ということで、早く出たね。こちらね、一応前回の武器、前回のアサルトライフル、前回紹介したアサルトライフルの中では最下位になってます。まあ、なんなら前回紹介してない、まあ、SACR、スカーって呼ばれてる武器とか、まあ、あとなんだろうね、89式とか多分紹介してないと思うんだけど、それよりも多分遅い。こちら前段ヘッドに当てた場合、0.3 秒という結果になりました。はい。0.3 秒です。まあ、ただね、こちらの武器なんですけど、これね、3ヘル3ベスで検証してて、3ヘルの場合、これ頭当てて39ダメージなんで3発当てなきゃ死なないので、まあ、キル速が落ちてるんですけども、これ2ヘルの場合はですね、ほら、これね、53ダメージ当たるんで2発で溶けるんですよ。しかも、この武器、実はね、最近発見したんですけど、ほら、これね、どんだけ短いワンタップ。でもね、難しいんですね、1発だけ出すのって。だから絶対タップしたら2発出ちゃうんですよ、これ。はい。まあ、なんで、だいたい2発が同時ほぼ同じところに飛んでいくぞということで、まあ、スナイパーみたいな使い方ができるんですよね。まあ、これが強いと言われてるんじゃないですか。物資武器の中ではこれが強いと言っても過言ではないんじゃないかなと思います。まあ、エイムが合えば、もうワンタップで3ヘルまでなら全てワンタップで解けるぞという感じになってますので、ミスター。まあ、スナイパーとして使えるようになってるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとこのクゴ式軽機関銃なんですけど、ちょっと自分でも若干気になっちゃったので、これ、気になっちゃったので、また今度、このクゴ式軽機関銃の特集みたいな
感じの動画出そうと思ってますので、もしよかったら、チャンネル登録してお待ちください。結構気になるでしょ、これ。また今度出します。ということで、続きましてのランキング、行きましょう。さあ、続きまして、第4位。こちらです。M4。そして、クゴー。そして、M16。そして、M27。そして最後に、81式となっております。まあこちら前回紹介した通り 0.25 秒ですね。こちらの全武器 0.25 秒で、まあ3ヘルの場合、敵の頭を溶かすことができるようになってますと。まあちょっと前回紹介したところは細かい話なしでサクサクいきたいと思いますので、続きましてランキング進んでいきましょう。さあ続きまして、第3位。こちらです。ドン !HK50! ということで、まあ、先日上げた動画の、まあ、ランキングの方でも、キルスクランキングの方でも、まあ、結構意外な結果だねと言われていた HK50 なんですが、まあ、こちら 0.23 秒ということで、まあ、ここまでで、まあ、クゴ式軽機関銃 0.3 秒、そして、M4 クゴ式162781の方が 0.25 秒、そして、こちら HK50 が 0.23 秒ということで、徐々に上がってきてますね。3位に落ち着きました。さあ、ということで、残り2位と1位になりましたが、まだまだ、AUG 出てきてません。果たして何位に輝くのでしょうか。ということで、早速いきますか。第2位。いきましょう。第2位は、こちら、デン AUG。ということで、出てしまいましたね。第2位。第2位に AUG 出てしまいました。はい。こちらがですね、0.22 秒ということで、はい。0.22 に着地ですね。まあ、HK50 3位の方の 0.23 秒ということなので、まあ、0.01 秒しか差はないんですが、まあ、こちら2位になりました。まあ、ただ実際、物資武器の強い点って、まあ、キル速というよりかは、まあ、その使いやすさみたいなところがありますので、まあ、これね、指切りが必要ないんですよ、AUG。はい。もうなんか長押ししてちょっとリコイルコントロールをするだけで、まあ、ほぼ前段まっすぐ飛んでいくと、いうことなので、まあ、それが強いと言われているゆえんですかね。まあ、他のアサルトライフルでも、その指切りとリコイルコントロールさえちゃんとしていれば、普通に前段編集とかちゃんと当てることはできるとは思うんですけども、まあ、その指切りとリコイルコントロール、ほぼ必要ないのが AUG と考えていいんじゃないかなと思います。まあ、結局このゲームの難しいところって、まあ、例えば M4 とかだったら、まあ、この指切りってあるじゃないですか。フルオートだったら、まあ、なんか抑えられないし、ブレてしまう。抑えられないし、ブレてしまうのがこれがフルオート。なんですけど、まあ、指切りをしていく必要がある。まあ、指切りをしたら、ほぼまっすぐ、押すことができるんですけど、これがね、結局一番難しいんですよ、このゲーム。まあ、なんで、それが必要なくなるけど、ほぼ同じレベルのキル速で倒すことができる。なんならランキング上位であるっていう、まあ、AUG は、まあ、使いやすいし、キル速も速いっていう意味で強いっていう風に言われてるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、1位ではない、ということですね。さあ、ということで、残るは1位どもになりましたね。ということで、はい。いきますか。アサルトライフル。キル速ランキング。堂々の第1位は、ドゥルルルバンこいつです。 AK47 でございます。AK47 でございます。はい。まあ、こちらね、まあ、前回の動画でもわかると思うんですけど、まあ、全裸ヘッドの場合、アサルトライフルの中では実は1位だったんですよね。まあ、ちょっとね、見方が難しくて分かりづらかったと思うんですけど、アサルトライフルの中では、前段ヘッシュの場合は、キル速ランキング第1位となりました。さあ、ということで、前段ヘッドの方が終わりましたね。さあ、ということで、前段ヘッドの方のアサルトの最強ランキングの方が、まあ、つきましたところで、続きまして、前段胴体ですね。前段胴体に当てた時の最強アサルトランキング、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ということで、まず最初に第5位。こちらです。クゴ式軽機関銃。ということで、もうまたしても最初に出ちゃったね、これ。はい、ということで、まあ、この武器なんですけども、やっぱりね、胴体になると輝けませんでしたね。まあ、ヘッドだった場合は、3ヘルじゃなかったら輝ける場があったんですけど、もう胴体な場合は、どんなやつでも、もうレベル3でもレベル2だろうがレベル1だろうが、まあ、輝けない。という感じになりました。まあ、その理由もちょっと最後の方にまとめとして、あれですね、物資武器の全体的な総合評価みたいなところで紹介しようと思ってるので、まあ、とりあえずちょっとランキング進めていきますか。続きまして、第4位。こちらです。M4。そして、
AK、 そして M16 からの M27 になってます。こちら第4位ですね。あ、じゃあさっきの久保式機関銃のちょ秒数言うの忘れてたんですけど 0.6 秒2になってます。でですね、こちら第4位、今紹介した4つの武器なんですけども、こちら 0.5 秒ですね。まあ、ってことで 0.1 秒の差が出てますね。はい。まあ、とりあえずまあ、AUG はまだ出てこないので、サクサク次のランキングの方を見ていきましょう。続きまして、第3位。こちらです。HK50。ということで第3位ですね。じゃあ 0.46 秒ということで、まあそこまでの大差はないよね、ここまで。まあ AUG より下という結果になってしまいましたね、こちら HK50。 さあ、ということで残すところあと3つの武器となりました。果たして誰がアサルトランキング同体覇権を取るのか、ということで気になる第2位はこちら AUG。 ということで出ちゃいましたね、 AUG。 AUG 出ちゃいましたね。はい、こちら 0.44 秒ということで、まあ一応この両方とも全裸ヘッド全裸胴体2位とは言っても、やはり先ほども言った通り使いやすさっていうところで、まあ強みが出てる武器なので、まあキル速のランキング的には2位かもしれないけど、まあちょっと距離がある戦いとかになってくると、やはりね、アサルトライフル、指切りも必要とするし、リコイルコントロールも必要とするし、まあ、結構ね、当てづらいし、難しい、当たらない。まあ、しかも距離減衰もあるし、さらに当てなきゃいけない弾数も増えてくるので、まあ、ちょっと難しくはなるんですけど、AUG の場合、まあ、距離減衰はあれど、まあ、やはり当てやすさっていうのが、ま、遠距離の場合でも、フルオートでも当たるので、出てくるので、まあ、キル速的にはもしかしたら、ま、早いかもしれない。っていう感じですね。まあいずれにせよキル速的には一応2位ということで、はい、落ち着きました。さあ、ということで気になるアサルトライフル全弾胴体キル速ランキング第1位、ドゥルルバン、こちら久保式、そしてこいつもだ、81式。はい、こちら二つになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、81式の方は、まだ3連で、まあ、胴体なんかすぐ溶けるイメージはちょっとあった。ちょっとあったんで、キル速早いかなと思ってたんですけども、まあ、久保式ちょっと意外ですよね。AUG よりキル速早いんだっていう感じ。これが。まあ、ただ、指切りが遅い場合、例えば、指切りをしてて、たまに一発しか出てなかった時とか、の場合、まあですね、やはりフルオートで撃てる。AUG の方がキル速が速くなってしまうので、まあ、今回の検証的には、まあ、胴体にフルオートで当てるっていうのが、まあ、検証の、まあ、指標にはなっているので、まあ果たしてキル速では、まあ、久保式の方が結果数値的には高かったんですけど、まあ、そんなフルオートでね、そんなフルオートで胴体全部狙っていくなんてことはなかなかないと思うので、まあ、そう考えるとやはり AUG が最強になるんじゃないかなと個人的には思いますね。はい、使いやすさ的にもキル速的にも、うん、まあ AUG が最強ということでいいんじゃないかなと個人的には思います。まあ数値的にはやはり久保式と81式が、1位でした。ということで、まあ、まとめるとこんな感じですね。全弾ヘッドの場合1位 AK、 2位 AUG、 そして3位 HK50、 そして4位が M4 久保、 M16、 M27、そして5位が久保式軽機関銃。そして前段胴体に当たった場合が、1位久保式81式。で、2位 AUG。そして3位が HK50。そして4位が M4AK2716。で、5位が久保式軽機関銃。という結果になりました。まあ、てことで、まあ、数値的に見たら、まあ、先ほどのような、ランキングにはなりました。キル速のランキングはそんな感じになりました。まあ、でも、まあ、途中で解説した通りなんですけど、その物資武器、もう使い方次第では、やはりキル速、も上がるし、その今回の検証自体が、まあ、キル速フルオートでのキル速での検証にはなるので、まあ、一概にあのランキングの通りとは言えないかなとは思いました。まあ、打ち合いになった場合は、キル速ランキング的に AUG ちょっと、若干下にはいたんですけども、打ち合いになった場合、そんなフルオートで打ち合うこと、はなかなかないし、超近距離で戦う場合、例えばこのぐらいの距離で戦う時の場合は、まあ、別に他のアサルトライフルでもフルオート当たるので、
まあ AUG とかにも打ち勝つことはできるっていう感じになってるんですけど、ちょっと距離が出た場合、指切りを必要とする場合は AUG には打ち勝つことはできないぞということになってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、長くなりすぎちゃいそうだったので、こちらもう一つ物資武器 MK60 こちらあると思うんですけど、こちらの方はですね、もう次の動画ですね、次の動画、まあ、後半パートにてちょっと紹介していきたいなと思っております。こちら一応 SMG の弾を使うので SMG 枠ということで、ちょっと次は SMG、 他の SMG と検証していきたいなと、比較検証していきたいなと思ってますので、ぜひよかったら次も見てください。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。